どうなってんだ。カノン、しっかりしろ。おいカノン、乱暴しちゃダメ。痛い、痛いよお姉ちゃん。あれ、ユキト君、ここどこ。私どうしちゃったの。消える飛行機の僕たちは見送った。眩しくて逃げた、悔しくて指立てるか。うん。ありがとう。いいって。それより何も覚えてないのか。うん、ごめんなさい。別に謝る必要はないけどな。さっきのススキの原何だったんだろう。お前も見たのか。カノン。どういうことだこれは。いいか、よく聞け。確かにこうして抱いてはいる。だが、決してお前が考えているような成り行きでこうなったわけじゃない。純情な少女にアルコールを振る舞って、人気のないところに連れ込んで云々とか。問答無用。待って待って。お姉ちゃん。返す返すもすまないことをした。そんなこととは知らずに少々取り乱してしまった。あれを少々というのか、この大年も。何か言ったか。いえ別に。私からも謝るね。ごめんね、ユキト君。それに、神代です。神代美鈴。そっか、顔は見たことあるんだけど。私印象薄いから。私とは顔見知りだ。以前何度か診察を受けに来たことがあるからな。にしても最後の最後で妙なことになったな、お前の誕生日。でもますます忘れられなくなりそう。お前も俺とばっかり遊んでないで、カノと仲良くなったらどうだ。な、結構気が合うかもしれないぞ。お互い変なやつだし。いや、そうだね。あ、どうしたの。今日のバイト代もらうの忘れた。お前先に帰ったろ。そんなの明日でも。明日になってうやむやにされたら困る。おい、バイト代。ん？もう寝ちまったのか。不用心だな。もういきなり電気つけないでって言ってるのに。すまない。でも明るくしないとちゃんと診察できないだろう。カノも随分成長したな。うわー、やめてよお姉ちゃん、変なとこ触らないでよ。これは触診という立派な診察行為だ。触診はもみもみしないの。うわあれ、今変な音したよ。なんで。にゃー。あ、猫みたい。だがうちでは猫は飼っていないの。そっか、じゃあ空耳だね。そうだな。じゃあカノ、続きだ。カノ、おい、どうした、カノン。そうか、来たのか。久しぶりだな。
加減にしろ。いつもいつも同じ言葉の繰り返し。この子は私の命、たった一つの宝。違う、カノは私のものだ。私の大切な妹だ。あれ、あれあれあれ、私どうしてお姉ちゃんに抱きしめられてるの？寝ぼけてたんだ。え？抱きついてきたからお返しに抱擁してやったんだ。全然覚えてないよ。だから早く寝ろと言ってるだろう。うん、でももう少しだけこのままでいい？お父さんが死んだった時もこうしてくれたよね。そうだね。お姉ちゃん、いい匂い。さあ、また換気扇からセミが。わあ、醤油差しが倒れた。わあ、サラダ油がこぼれた。わあ、ユキトさんのベーコンエッグがとんでもないことに。おい、ミスズ！私勝った。うい！ユキトさん？どうかしたのかな？お前、これなんかあっただろ。何にもないよ、何にもない。なんだよその、うわ、本当に食べちゃってるって目はよ。そんな目してないよ、してない。ユキトさん、おいしい？ああ本当に？ああセミっぽくない？どういう意味だよそれ。なんでもない、なんでもないよ。ユキトさん？ん？なあ、悪い。どうしたの？何か考え事？まあ昨夜のこと？まあ、いろいろとな。じゃあまた後でね。うん。わっ、ガッタオ。おい、せめて給料分は働いてくれ。一通りは済んだ。なら次だ、こっちへ来てくれ。なんだその目は。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。ただし報酬アップは認めんがな。そんなことじゃない。ではなんだ。実は昨夜のこと、ポテト見なかった？ポテト、そういえば見てないな。さっきから探してるんだけど見つからないんだよ。ポテト、ペコペコ。ポテト、ペコペコ。ポテト出てこい。ペコ、ポテト、ペコペコ。ポテト、ポテト、どこ行っちゃったんだろう。そろそろ日が落ちてきたな。いや、なんでもない。探そう。やっぱりいないか。もう探すとこないよ。お前の魔法で探せないのか。え？私の魔法はそういうのとは違うと思う。そっか。このバンダナをもらった時に言われたの。大人になるまでずっとつけてなさいって。それまでは絶対に外しちゃいけない。そうすれば魔法が使えるようになるって。誰にもらったんだ？ちっちゃかったからよく覚えてないけど、それからずっとこれを巻いてたんだよ。水泳とか身体測定とか大ピンチな時もあったし、いじめられたこともちょっぴりあったり。そうか。でもね、いつもお姉ちゃんが助けてくれたんだよ。だから私ここまで来れたんだ。ついに学校まで来ちゃったね。いくらなんでもこんなとこには。え、なに？待ってよ。ねえユキト君、急にどうしたの？ポテトの居場所が分かった。本当？すぐそこだ。すぐそこって学校？ああ、この中にいるはずだ。この中？本当かな。
んまり心配かけちゃダメだよ。ピコピコ。でもどうしてこんなとこにいたの？それにユキト君、どうしてここにいるってわかったの？それはだな、まあ、なんだ。ピコピコピ。まああれだ、一種の魔法だな。ピコ。いいいいポテト、これからは何も言わずにいなくなっちゃダメだよ。ピコ。返事だけはいいんだから。でもよかった。カノン。何？昨夜のこと本当に全然覚えてないのか。うん。ごめんね。本当に。いや別にいいんだが。ユキト君、聞いてくれるかな。ああ、何でも聞いてやるぞ。私。お母さんのことってほとんど覚えてないの。もともと体が丈夫じゃなかったんだって。私を産んですぐに病気になって、私が3つくらいの時にいなくなっちゃった。お父さん言ってた、お母さんはお前によく似てたって。でもうまく想像できなくて。あ、でもでもあんまり寂しくなかったんだよ。お姉ちゃんがお母さん代わりだったし、お父さんもいてくれたから。でもそれってお姉ちゃんにはずっとお母さんがいなかったってことだよね。そんなの不公平だって最近思ったり。お父さんも診療所がずっと忙しくて、それで体を壊しちゃって。私ただ見てることしかできなくて。今もそう。お姉ちゃんが働いて私を育ててくれてるのに、私大したお手伝いできなくて。俺も大して役に立ってないけどな。そんなことないよ、絶対。もし魔法が使えたらね、私お母さんに会いたい。会って謝りたい、いろんなことを。はあ、謝るんじゃなくて礼を言うべきだろ。お前がここにいられるのは母親のおかげだろ。産んでもらってごめんなさいなんて言われたら、俺なら激怒するぞ。そっか、そうだよね。ユキト君のお母さんはどんな人なの？もういない。ずいぶん前にお前の母親と同じところへ行っちまった。そうなんだ。俺のおふくろは空にいる女の子を探していた。女の子？ああ、この空の向こうには翼を持った少女がいる。それがおふくろの口癖だった。俺もその子を探してるんだ。ふん。じゃあいつか私が空を飛べるようになったら、私がその子を探してあげる。帰ったぞ。遅かったな。あんた一人か？あの子は自分の部屋や。ちょっと具合悪なってな。一人で寝とる。ついててやらなくていいのか？うちがおっても気使わすだけや。親子で気を使うもないだろう。親子言うてもいろいろあるんや。みすず、入るぞ。あ、ゆきとさん。気分が悪いんだって？うん、でも大したことないの。悪かった。今日迎えに行ってやれなくて。いいの、ユキトさんもいろいろ忙しいんだし。そうか。しかしお前本当に恐竜が好きなんだな。いや、なんであいつはあんなに恐竜が好きなんだ？さあな、子供の頃からああなんや。自分の娘のことなのに何にも知らないんだな。昨日あいつが誕生日だったことも忘れてたんじゃないのか？なあ、あの子昼間なんかおかしいことないか？あいつはいつもおかしいだろ。そうやなくて。ああ、別に何もないやったらええわ。何のことだ？さあて、締めっぽい話はこれぐらいにして、いよいよ本日のメインイベント、エロティックな告白のコーナー。結局そこに行くのかよ。ああ、ガンタイトル言っただけで体が熱なってきたわ。変態かあんた。ロマン？そう、ロマン。
だって恐竜はすごく長い間栄えて、でも絶滅しちゃったもの、終わりを迎えてしまったものなんだよ。なんだか切なくてキュンとなる。例の夢はまだ続いてるのか。うん、続いてる。私ね、夢をどんどん遡ってるの。どういう意味だ。うまく言えない。でもわかるの。夢の中で感じる風の匂いとか肌触りとか空気の流れ、季節の移り変わり、私は時間を遡ってるって。そんな夢聞いたことないぞ。ユキトさん。ん？私の夢はどこに向かってるのかな。さあ行くよ。ポテト、間違って豚れないように気をつけてね。ピコ。今日はスイカ割りか。ああ、カノンのご所望でな。ちょっと甘すぎるんじゃないのか。ここで稼ぐのは無理か。ユキトさん、いちいち打撃を入れるな。昨日なんで来なかったの。昨日、うん、待ってたのに。みなぎが寂しそうだったんだよ。大丈夫ですよ。またそんな強がり言っちゃって悪いな。昨日はちょっと忙しかったんだ。罰として今日からお前はここに住め。ああ、何言ってんだ。だいたいお前、町から出て行って欲しかったんじゃないのか。にゅー、それとこれとは別なの。うわ、やった。にゅー、全然わかんない。勝った。本当不思議だよね。素晴らしい特技をお持ちなんですね、国崎さんは。拍手、パチパチパチ。砲術ってのをな、少し使えるんだ。砲術、世の中は不思議でいっぱいです。ではスペシャルなお礼を。じゃん。国崎さん、翼を持った女の子。ああ、お袋が探していたその少女を俺も探してるんだ。おかしいと思うか。子供の頃、うちにそのような絵本がありました。絵本？その絵本の中には、背中に真っ白な翼を持つ女の子がいて、私は幼心にいつかその女の子と空を飛びたいと思っていました。おかしいことはないです。旅をする目的がその子を探すことだったとしても、きっとどんな人にもたどり着きたい場所があるはずですから。今夜も星が綺麗でしょうね。たどり着きたい場所か。宿題を終わりっと。
キトさん。ん？トランプしよう。トランプ。ああ、なんだ出し抜けに。私ずっとしたかった、ユキトさんとトランプ。一人でやってろ。ああ、我々は遠い星からやってきた。トランプしたいな、トランプしたいな、トランプしたいな、トランプしたいな。リーチェックン、いるか。またカノがいなくなった。ここに来ていないか。神社じゃないのか。神社を探した。私は学校に行ってみる。君たちは向こう頼む。ああ、ユキトさん、心当たりある？とにかく思いつく場所を手当たり次第だ。カノ、三島さん。ピッコ、ポテト。ピッコ、ピッコ、ついてこいって言ってるんじゃない？また神社か。でもさっき探したって。あ、カノ、おい、大丈夫か。君の仕事たった一つの宝。カノ、ならばいっそ私の手で。おい、カノ。している人にも会えるような気がします。いつになるかわからないけど、必ずその人を連れてきます。それまでお姉ちゃんを助けてもらえると嬉しいです。